NHK のとんでもご報が物議を醸してるみたいだね。何を誤報したかというと、ミサイル誤報なんだよね。内容を詳しく説明すると、NHK が27日午前0時22分頃にニュースアプリの速報として、北朝鮮のミサイル、海に落下と推定、北海道襟裳岬の東約2000キロと報道。しかしその後、0時45分頃に、ニュース速報は誤りでしたと訂正する速報を配信したんだよね。NHK はこの誤報について、0時49分よりテレビで、NHK からのお断りです、と、誤報だったと伝えたが、大変失礼しました、と述べ、全く謝罪せずそのままテレビ放送終了。これ、めちゃくちゃだよね。何がめちゃくちゃだというと、時期が超まずいんだよ。今の時期って、ちょうど北が米国に対し、クリスマスプレゼントを贈ると、クリスマス挑発をしてる時期なんだよね。そんな時期に、こんな誤報を平然と垂れ流してしまってるんだからね。しかも NHK は、ちゃんとした謝罪もしない。どう考えても大問題でしょ。案の定この NHK のミサイル誤報で、米専門家が NHK を痛烈に批判してるみたいなんだよ。米国のシンクタンク、国益研究センター、CNI のハリー・カジアニス韓国担当局長が、Twitter を通じて、北朝鮮ミサイル発射に対する情報がどれほど具体的だったのか、機械な点、としながら、北朝鮮のミサイル発射に関連して、途方もないデマがある、と厳しく指摘。また、ミドルベリー国際問題研究所、MIIS のジェフリー・ルイス教授は、誤報訂正直後、直ちにツイッターに、メディアが作った間違ったアラームがあった、と発信。米国科学者連盟、FAS のアンキット・パンダ上級研究員も、誤報訂正直後、滅びる偽アラーム。先のツイートを削除する、と発信。さらに、安保及び核拡散専門家で、マサチューセッツ工科大、MIT 教授のビピン・ナラン氏は、今回の誤報に対して、このような特別な時には、このような偽アラームが戦争を引き起こしかねない、と痛烈に批判したみたい。アメリカが怒るのも当然だよ。北朝鮮動向を見守るアメリカからすれば、こんなにピリピリしてる状況の中でのミサイル誤報だからね。たまったものじゃないでしょ。そもそもなんで NHK は、この誤報について、正式な謝罪をしないの？何かのプライドが働いてるの？ NHK のこの誤報のせいで、米中間で何かの問題が起きてたら、どう責任取るつもりだったの？一つの間違った報道で、何が起きてしまうのか。NHK は、それが全然わかってないみたいだね。ということは、危機意識の欠片もないと言われても仕方ないよ。NHK はこんな姿勢だから、何をやっても毎回国民から批判を浴びるんだよ。とにかく NHK は、この件について、公式に謝罪をした方がいいと思うよ。何せ誤報により、米国を怒らせてるんだから。年末に何やっちゃってくれてんだろ、NHK。情けない。